こんにちは。うぷ主のドリーフです。来年の大河ドラマは紫式部の生涯で、藤原氏の外戚による摂関政治の場面がたくさん出てくると思いますが、藤原氏の外戚が政権を握るというパターンは奈良時代の聖武天皇が始まりです。しかしながら、聖武天皇の娘である後見聖徳天皇はその藤原氏のために、当時の皇女の常識からかけ離れた人生を送ったことをご存知の方は多くないと思います。今回は、その後見聖徳天皇安倍内親王の生涯の解説、総集編をお送りします。それじゃ、ゆっくりしていってね。ゆっくりドリーフ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。イギリスでは、ついに新しい国王が即位したわね。ああ、チャールズ三世陛下だな。チャールズ国王を継ぐのはウィリアム皇太子。そしてその次の王位継承権を持つのは、ジョージ王子。イギリスでは当分、女王は登場しないな。女王ねえ。日本にも女帝がいたわよね。このチャンネルでも取り上げたことあるものね。後桜町天皇は、現時点で日本史史上、最後の女帝なんだな。古代まで遡ると女帝が多く出現した時代もあった。どんな女帝がいたのかしら？興味あるわ。よし、じゃあ今回は、古代に華々しく活躍したとある女帝を紹介しよう。華々しい？楽しみね。皆さんもゆっくりしていってね。その人の名は、安倍内親王。ん？天皇ではないの？それは、順を追って紹介するさ。この安倍内親王の父親は、超有名人物なんだけど誰だと思う？古代で有名な天皇というと、聖武天皇ね。その通りなんだな。では、霊夢に安倍内親王の役をやってもらおうかな。やるやるー。安倍内親王は、奈良時代の718年養老2年の生まれ。父は先ほど出てきた、大仏建立で有名な聖武天皇。母は藤原氏の娘、光明氏だ。安倍内親王には他に、母親違いの姉と妹がいた。姉の方は、井上内親王。妹は、不破内親王。この姉妹、みんな名字みたいな名前なんだけど。この当時の皇族は、養育した乳母の出身氏族名が名前の由来になることが多いんだな。安倍内親王の場合、安倍の祝いという乳母がいたらしいよ。さて、この聖武天皇の娘たちには、彼女たちが10歳くらいになるまで、男兄弟がいなかった。巫女がいないってことね。それだと、天皇の位を継ぐ王子がいないってことだから、聖武天皇は心配だったでしょうね。聖武天皇の妻の一人だった光明氏も、内心すごく焦っていたと思う。何しろ藤原氏は自分たちの血を引いた王子を天皇の位につける野心に燃えている一族だったからな。その点は、有名な平安時代の藤原の道長だけでなく、この奈良時代からもそうだったんだ。さて、安倍内親王が9歳になった頃、待望の巫女が誕生した。母親は光明氏だから、安倍内親王と同母の弟ということになる。さぞかし光明氏は喜んだでしょうね。もちろん、光明氏の実家の藤原一族も大喜びでこの赤ん坊元い王子は、わずか生後1ヶ月で、皇太子に立てられた。それって結構、無理があるんじゃない？生後1ヶ月なんて、まだ言葉も話せないし、首も座っていないでしょ？平安時代と違ってこの頃はまだ、幼帝が登場することはなく、皇太子になるのも基本、成人した皇族男子だったから。この元い王子の立体子は、めちゃくちゃ異常な事態だったんだな。それだけ、光明氏の実家の藤原氏が強引だったのね。だが、事態は急変する。皇太子元い王子は、生まれて1年も経たずにこの世を去ってしまったんだ。弟が亡くなったことも悲しいけど、父上、母上がお嘆きになる姿を見るのもとても辛いわ。それからわずか4ヶ月後の人気6年冬、とんでもない事件が起こる。長屋の王が元い王子の受葬していた、という疑惑が持ち上がったんだ。長屋？随分しょぼいところに住んでいる皇族だったのね。
長屋に住んでいたんじゃないぜ。大豪邸に住んでいて、左大臣も務めていた有力皇族だったんだぜ。安倍内親王から見ると、王子にあたる人物だ。安倍内親王の祖父にあたる文武天皇の妹の吉備内親王の夫なんだな。少し遠い親戚？かしら？でも、仮にも皇族の一員である人が呪詛なんてやるかしら？あるいは長屋王は、皇位を狙っていたのかしら？この事件は、長屋王が皇位を狙うというより、藤原氏側が、長屋王内しその息子たちに皇位を渡したくなくて起こった陰謀らしいんだ。長屋王は、吉備内親王という皇族の女性を妻にしているが、吉備内親王は、兄が文武天皇、姉が元昭天皇という、とても格の高い皇族だったんだな。その吉備内親王を母に持つ長屋王の息子たち、柏出王たちの方が、臣下である藤原氏出身の母を持つ安倍内親王より血筋がいいのではないかという考えから、皇位が長屋王の家系に移ってしまうことを藤原氏側が恐れたんだと考えられている。皇族の間で比べられたり、格付けされたりするのって嫌ね。ともあれ、呪詛の疑いをかけられた長屋王は弁明をせずに自害し、妻の吉備内親王とその息子たちも後を追った。これで、皇位を他の皇族に取られる恐れがなくなったので、藤原氏は光明氏が再び王子を産むのを待っていればよかったんだな。母上にのしかかる、巫女を産まないといけないプレッシャー、お気の毒だわ。藤原氏はさらに、光明氏の地位を盤石にするために、光明氏を皇后に押し上げることを画策するんだ。実は、元い王子がこの世を去ったのと前後して聖武天皇に2番目の王子が生まれているんだ。それは、井上内親王や不破内親王と同じ母を持つ、朝霞親王だ。藤原氏は、この朝霞親王に皇位を奪われるのではないかと心配したんだな。藤原氏って皇位に執着しすぎ。この時点までは聖武天皇に皇后がいなかったから。藤原光明氏も阿賀対向井広都氏も、同等の側室だった。それを、光明氏を皇后にすることで彼女を格上げし、次の皇位は皇后である光明氏が産む王子である、という不分立を定着させようとしたんだな。それまでは、皇后は皇族出身の妻から選ばれていたのだが、この度、藤原氏のご利用しで光明氏が皇后になったよ。これが、あの有名な光明皇后だ。ちなみに、これは天平元年729年の出来事だ。天平って、有名な元号よね。光明皇后は、ただ権力欲の強い女というわけではなく、施薬院、秘伝院などの施設を作り、貧しい人や病気に苦しんでいる人々の救済を行ったし、仏教にも深く帰依していた。しかし、天は光明皇后にも、子供を授けなかった。一方、この頃安倍内親王は10代半ばに差し掛かりつつあった。この当時なら、そろそろ結婚の話が出てくる頃なんだな。そろそろ私に、素敵なお婿さんのお話が来るんじゃないかしら？そわそわ。しかし、安倍内親王に縁談の話が一度も起こることはなかった。それはなぜ？それは、光明皇后が今後王子を産むことができたとしても、その王子が成人するまで、まだかなりの年月がかかる。その間、安倍内親王に中継ぎで天皇の位についてもらおう、という考えが、光明皇后や藤原の一族の者たちの間に芽生えたからだと思う。中継ぎ？何それ？食べられるの？実は、似たような理由で即位をしたのが、安倍内親王の大叔にあたる元昭天皇だ。安倍内親王の祖父にあたる文武天皇は20代半ばの若さで崩御したのだが、文武天皇の意地の聖武天皇がまだ子供だったので、他の皇族に皇位が移らないように文武天皇の姉の内親王だった元昭天皇が、即位したんだな。身近にそういうケースがあったので、光明皇后たちも安倍内親王に中継ぎの役割をさせることにしたんだな。だが、光明皇后と藤原一族の思惑が外れて、光明皇后にはもう二度と、子供ができなかった。その一方で、聖武天皇のもう一人の息子、朝霞親王が成長してきたんだな。このままでは皇位を朝霞親王に取られてしまう、と心配した光明皇后と藤原氏は、安倍内親王を皇太子に立てることにしたんだ。え？私が皇太子？私、姫巫女なんですけど。
女の子なんですけど、姫巫女の皇太子なんて、聞いたことないわ。こうして天平10年728年、安倍内親王は史上初の女の身での皇太子となった。本当に、私なんかが皇太子になっていいのかしら？皇太子となった安倍内親王に、吉備真吉備が帝王学の教師として付けられた。吉備真吉備はかつて遣唐使と一緒に唐に渡って長い年月、他の国の学問を学んできた人物だ。安倍内親王は吉備真吉備から、来帰干書などの講義を受けたんだな。ところで、中継ぎとして皇位に就いた女帝は、その後の生涯において決して結婚していけない、という、掟があるんだな。それはなぜなの？そんな、独身でいろなんてかわいそうじゃない。それは、女帝の夫となった男に権力が集まると、いろいろと困ることになるからだ。近い例だと、聖武天皇の前の元正天皇が独身のまま皇位につき、退位してからもずっと、独身を貫いていたからな。だが、これだと女帝の後を継ぐ王子が生まれないということになってしまう。ここで安倍内親王の妹が登場する。母親違いの妹だったわよね。そう。聖武天皇の側室、阿賀田犬飼弘氏が産んだ不破内親王だ。不破内親王をとある皇族に嫁がせて二人の間にできた子を、安倍内親王の次の天皇にする。というものだった。妹が結婚するですって？きぃ、羨ましい。私は結婚できないのに、妹は結婚できるなんて不公平だわ。不破内親王の夫に選ばれたのは、塩焼き王。塩焼き？ジュル。魚は関係ないよ。塩焼き王は祖母が藤原の娘だから、藤原の血を引く皇族ということで。これなら藤原氏も文句を言ってこないだろう、と聖武天皇は考えたんだろうな。おほほほほ。父上は、私たち夫婦に期待してくださっているのよ。藤原氏がしつこいから、次の天皇は安倍にやらせればいいわ。でもさらにその次の天皇は、我が夫塩焼き王。そして私たちの息子が後を続くんだわ。おほほほほ。不破内親王が期待した通り、聖武天皇は娘婿となった塩焼き王を重用し、塩焼き王は順調に出世していった。ところでこの頃、聖武天皇は引っ越しと大仏作りにハマっていた。大仏はわかるけど、引っ越し？この頃、何年にもわたって疫病の流行が続いたり謀反が起こったりして、社会的不安がピークを迎えていた。そのことを聖武天皇は君主たる自分の徳が足りないと自分を責める気持ちになっていただろうし、精神的に参っていただろう。だから、目の前の現実から逃げるように旅に出てその延長線上で戦闘を思いついたりしたんだ。天平12年740年から天平17年745年の5年間で、聖武天皇は国、なにわに遷都しようとし、しがらきに離宮を作って滞在した。離宮はともかく、遷都って思いつきでするもんじゃないでしょ。確かにその通りで、遷都について反対派も多かった。そしてこの頃、不破内親王の夫塩焼き王が逮捕され、伊豆の国に流刑になる、という事件が起きた。聖武天皇に目をかけてもらっていたんでしょう。何をやらかしたの？それが、公式記録には罪状の記載がないんだ。この件については、大仏建立計画と安倍皇太子への攘夷に塩焼き王が強く反対していた、というのが有力な説だ。聖武天皇からしてみると、せっかく期待していた娘婿が大仏建立の情熱を分かってくれなかった、と。強く失望したんだろうな。ともあれ、塩焼き王が流刑になったことにより、不破内親王も、自分が塩焼き王の皇后になったり、二人の息子たちが天皇になる、という夢が、破れたんだな。悔しい。でも諦めない。絶対、復権してみせる。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。前回からの続きで、奈良時代の女帝後見聖徳天皇の生涯について、解説していくぜ。私が演じる、安倍内親王が主人公です。その他の登場人物は、安倍内親王の父、聖武天皇。安倍内親王の母、光明皇后。安倍内親王の母親違いの妹、不破内親王。その他、
今回は新キャラも登場する。どんな人物が登場するのかしら？なお、安倍内親王や不破内親王のセリフは、ウプ主の試験や創作も入っているので、その点、ご理解をお願いしますなんだぜ。それじゃ、皆さんもゆっくりしていってね。さて、塩焼き王の事件が落ち着いた天平15年743年。安倍皇太子は現象上皇の前で御席の前を待った。安倍皇太子から見ると、大叔母に当たる人物だな。御席の前は、御席の日に農耕の豊穣を祝うために行われる前で、聖武天皇の五代前の天武天皇が始めさせた行事なんだな。この前を安倍皇太子に回せたということは、天武天皇が始めたことを安倍皇太子が引き継ぐということで、安倍皇太子は正当な皇位継承者である、と強調したかったんだ。前を練習して披露してみせるなんて、皇太子も楽じゃないわね。なぜ、現象上皇の前でそんなことを強調しなければならなかったのかというと、おそらく現象上皇は、安倍内親王の立体子に反対していたんだろうな。現象上皇は、自身は独り身の人生を送ることを覚悟して中継ぎとして天皇に即位することによって、弟たる文武天皇の血筋の王子が皇位を継げるように自分の生涯を捧げた、と言える。それなのに、聖武天皇の後を継ぐのが皇女の安倍内親王だと。安倍内親王を最後に、文武天皇の血筋が途絶えてしまう。おそらく、そのことを現象上皇は不満に思っていたのではないだろうか？なぜ、おびとの後継ぎが朝霞ではいけないのか？朝霞であれば、皇后を迎えて次の世代の王子を得ることができるのに。安倍では、そんなことは不可能ではないか。一体、光明皇后と藤原氏は何を考えているのか？朝霞親王は、不破内親王と同じ母を持つ、聖武天皇の王子だった。安倍皇太子が御席の前を待った天平15年743年の時点で、朝霞親王は16歳。皇太子に立てられる年齢だ。現象上皇からしてみれば、自分の弟の文武天皇の孫、ひ孫が皇位をついてほしいはずだった。この頃、聖武天皇は盧舎那仏建立に夢中になっていて政治の方への関心は薄れていたようだ。そこで、現象上皇が皇太子の指名し直しをやろうとした可能性は高い。だが、現象上皇の目論みが外れてしまった。天平16年744年、朝霞親王は脚気を悪化させてこの世を去った。まだ17歳くらいの若者でしょう？聖武天皇の王子なら、食事もきちんと取れていたんじゃないの？ただ、皇族などの高貴なものでも脚気になる例は、幕末の和宮近子内親王の例もある。あ、そうだったわね。ただ、やはりこれは藤原氏の陰謀、という考え方もあるんだな。現象上皇がどこまで朝霞親王を推していたのかはわからないが、藤原氏と光明皇后は、何が何でも藤原の血筋ではない王子が皇位につくことを防ぎたかった、のかもしれない。さて、朝霞親王が亡くなったことにより同じ母を持つ姉の井上内親王が都に戻ってきた。どこかに行ってたの？井上内親王は、11歳の時から伊勢神宮の祭王を務めていた。だから井上内親王は、弟である朝霞親王に会ったことはなかったと思う。ただ、会ったことがなくても一応身内だから、身内の弟が亡くなったのなら祭王は辞任、ということになるんだ。俗世に戻った井上内親王に、父親である聖武天皇は縁談を世話してやった。不破内親王の時とは違い、今度は藤原の血筋は気にせずに、白壁王という、天智天皇の孫にあたる皇族を婿に選んだ。天智天皇は、聖武天皇の六代前の天皇なんだな。今度は、姉が結婚ですって？きぃ、羨ましい。なんで私ばっかり、こんな不自由を強いられるのよ？これと前後して、不破内親王の夫、塩焼き王が罪を許されてる刑期から都に戻ってきた。やっと夫が帰ってきてくれたわ。夫は皇位を継げそうになくなってしまったけど私たちの息子なら、十分皇位を継承できるわ。妊活、頑張らなくちゃね。さて、国の宮や何はの宮、死柄木の宮をふらふらしていた聖武天皇はついに、
ふらふら。天平17年745年、平城京に戻った。そこで、民の間で絶大な信頼を得ていた僧、行基の助けを借りて、盧舎那仏の造立に取り組んだ。盧舎那仏は聖武天皇のライフワークになったのね。そうなんだな。二人の息子に先立たれ、世の中も疫病や飢餓などの社会不安に満ちたものだったから。それだけに聖武天皇は盧舎那仏に救いを求めたんだろう。聖武天皇の念がこもる盧舎那仏は大変大きなものになり、造立には何年もかかるものになった。大きいことはいいことだ。おい、そのネタはウプ主の世代じゃないと通用しないぜ。さすがにウプ主もまだ生まれていません。一方、安倍内親王の立体視を内心心よく思っていなかったと思われるあの現象上皇が、天平20年748年に崩御した。翌年の天平21年749年、待ちきれなくなった聖武天皇は光明皇后と安倍皇太子を伴って、東大寺に行幸し、まだ完成していない盧舎那仏にぬかづいた。この時はすでに、聖武天皇は出家していた。出家は、そのものの俗世での人生の終わりを意味するから、ここで聖武天皇は攘夷を決意する。そう、皇太子だった安倍内親王が、ついに天皇の位についたんだ。後見天皇の誕生だ。私、本当に天皇になっちゃった。私なんかに天皇が務まるのかしら？だが、後見天皇の心配は杞憂だった。この頃、死備中大という機関が設立されたんだ。字面を見ても、何のことだかさっぱりわからないわね。これは、それまであった皇后宮式の名前を改め組織も改変したものだ。今まで、皇后として聖武天皇の政務を手助けしてきた光明皇后が、今度は皇太后として後見天皇の政務を手助けする、というものなんだな。皇太后がサポートしてくれるなら、安心じゃない？どうかな？そこは権力欲の塊である藤原氏の娘である光明皇太后だから。これから先も、藤原氏優遇の政治を取ってくると予想ができるだろう？ここで、一人の男が登場する。女帝陛下、ご機嫌うるわしゅう。あら、仲間ろ。不肖仲間ろ、この度しびれいに任命されました。そう、しっかりやってね。藤原仲間ろは、光明皇太后の甥なので後見天皇にとってはいとことなる。数ある藤原氏の青年たちの中でも、光明皇太后は仲間ろを信頼し、しびれいに任命したんだな。しびれいって？しび中大の長官ということさ。このしび中大としびれいの役職の設置により今後の政治は光明皇太后と藤原仲間ろの二人が、牛耳ることになったんだな。さて、聖武上皇が心血を注いで造立させている盧舎那仏だが、まだまだ完成にはほど遠かったんだ。一体何年かかるの？天平正法4年752年は後見天皇が即位して3年経っていたが、この時点で盧舎那仏は、全体像は完成していたが時金がまだだった。大仏様は金キラ金になる予定だったのね。時金にはあと何年もかかると見込まれたことから、聖武上皇は盧舎那仏が未完成のまま、開眼会を開催することになった。開眼会って何？か、い、け、ん、え。大仏に目を書き入れることで、大仏に魂を宿らせるという儀式なんだな。さて、大仏開眼への日、後見天皇と聖武上皇、光明皇太后は揃って出席し、インドから来た高僧が筆を使って、大仏に目を書き入れた。筆には長い紐がついていて、その紐を後見天皇などの重要出席者も持ち、出席者も自分の手で大仏に魂を込めたということにされたんだぜ。感激。もちろん、聖武上皇の喜びもひとしおではなかっただろう。その後大仏殿で物珍しい舞の出し物などが行われた後、後見天皇は仲間ろの屋敷に寄った。この度は女帝陛下に行幸くださり、この仲間ろ、この上なく名誉なことでございます。どうぞ、ごゆっくりおくつろぎください。かたじけない。この時、後見天皇は仲間ろの屋敷で料理を振る舞われ接待を受けた。そりゃ、
天皇は偉い人なんだから、屋敷に来てくれれば下にも置かないもてなしをするわね。それがどうかしたの？後見天皇が改元への後に仲間呂の屋敷に立ち寄ったことで二人は愛人同士だったと言い出す輩がいたんだな。はぁ、なんて無礼な。仲間呂は単に私を言いなりにさせたいだけなのよ。その方が自分の政治をやりやすくできるからね。こっちだってそれをわかっていて、接待されているわ。大仏開眼会が行われてから4年後の天平正法8年756年、盧舎那仏はまだ完成しないでいた。一体何年かかっているの？この時点で11年だな。大仏の完成を心待ちにしていたであろう聖武上皇はこの年、力尽きて崩御した。ただ、後見天皇に子供ができないことから、その次の天皇位のために、聖武上皇は遺書を残した。遺書を残したって、馬から落馬したみたいな言葉遣いじゃない？細っけいことはどうでもいいんだよ。お口が悪いわね、霧雨のマヒトマリサ。で、誰が皇太子に選ばれたの？皇太子に選ばれたのは、船戸王だ。塩焼き王の弟なので、藤原氏の娘を祖母に持つという点で一応、藤原氏の血が入っている皇族ということになる。聖武上皇はそんなにも、藤原氏の血筋にこだわっているのね。それは、藤原氏の血筋の皇族ならちゃんと藤原氏が後ろ盾になってくれる、と思っていたからだろう。聖武上皇は内心は不和内親王の息子で自分の孫である、四毛島老皇太子にしたかったと思うよ。たとえ外孫であっても、自分の血筋に皇位をつなげていきたかっただろう。だが、四毛島老の父親の塩焼き王がかつて流刑になるほどの罪を犯したことがあるから。その息子の四毛島老皇太子に指名しにくかったんだと思う。それに、四毛島老はこの時点ではまだ、10歳以下の子供であったということもあるだろう。船戸王はふわっとして頼りないところがあるけど、我が息子、四毛島呂が成長するまで中継ぎで天皇でいてもらえればいいわ。どうやら船戸王には子供がいなかったらしいから。不和内親王はなおさら、船戸王がおいである四毛島呂に、好意を譲ってくれることを期待していたんだろうな。船戸王に子供がいなかったらしい、という点はこの後また取り上げるね。さて、船戸王が皇太子に指名されてから1年も経たない天平正法9年757年、船戸王は皇太子を廃された。後見天皇は、家臣たちを集めてその説明を述べた。船戸王には皇太子の位から降りてもらいます。その理由は、まだ我が父上の喪中なのに、少年とみだらな関係を持ったこと。国家の機密を簡単に漏らしてしまうこと。そして、天皇の位など自分には荷が重いと愚痴っていてやる気がないこと。などなどがある。なお、代わりの皇太子は後で決めます。こうして船戸王は皇太子の位から降ろされた。船戸王は確かに、藤原氏の血を引いてはいたが、この時点で政権を担っていた藤原の者たちから見ると、船戸王はだいぶ遠縁になってきているので、支持を得られなかったんだな。ところで、船戸王に子供がいなかったらしいという点なんだが、系図を見てほしい。聖武上皇が、藤原氏の血筋である新田部親王の息子や孫たちに皇位を継いでほしかったなら、なぜ、不和内親王の姉の井上内親王を船戸王に嫁がせなかったのだろうか？ほんとね、井上内親王は姉さん女房になっちゃうみたいだけど、ほんの数歳差だから問題ないわよ。だが、聖武天皇がそうしなかったのはおそらく、船戸王が女性を愛せない体の男だったからじゃないか？と思う。ああ、それって少年とみだらな関係を持ったというところから推測しているわけね。そういう男のところに自分の娘を嫁がせても、孫が生まれない、聖武天皇はそのように心配したんだろう。だから聖武天皇は船戸王を婿にするのは諦めて、井上内親王は白壁王と目合わせたんだな。なるほど。現代の企業でも後継者選びは悩ましい問題よね。で、代わりに皇太子になったのは誰？皇太子になったのは、王位王という皇族の青年だ。その王位王という人は、藤原氏とどういう関係だったの？王位王は後見天皇の6代前の天武天皇の息子と練り親王の息子だ。
最初は特に藤原氏との血縁関係はなかったが、藤原の中丸の息子の未亡人と夫婦になって、中丸の屋敷に住み着いて、中丸と家族同然になっていた男だ。わけわかんない関係ね。息子の未亡人と結婚した皇族の男？この頃になると、藤原氏の兄弟いとこたちの間でも勢力争いになっていて、中丸は兄やいとこたちを出し抜きたかった。そこで、経歴に傷のない若手の皇族の大江王を手なずけることにしたんだな。その手段として、自分の亡き息子の妻だった粟田の諸音を自分の義理の娘として、大江王と再婚させたんだな。ちょっと無理があるような気がするけど、大江王は中丸の息子みたいになったのね。そうなんだな。天皇陛下、皇太子選びの件ですが。申してみよ。皇族の長老だった舎人親王の末の息子の大江王はいかがでしょう？大江王は私めの屋敷にてお暮らしいただいておりますが、伸びしろのある好青年でございますよ。良きに計らえ。こうして大江王が皇太子に決まったのだが、悔しがったのがやはりあの人、不破内親王だ。今回は、藤原中丸の兄たちは我が夫、塩焼王を皇太子に推薦してくれたのに、安倍と中丸のせいで、皇太子になれなかったわ。悔しい。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。奈良時代の女帝、後見聖徳天皇の解説第3弾なのぜ。私が演じる、安倍内親王が主人公です。その他の登場人物は、安倍内親王の母、光明皇后。安倍内親王の母親違いの妹、不破内親王。藤原氏で一番の権力を持つ、藤原中丸。そして藤原中丸が擁立した皇太子、大江王だ。なお、安倍内親王や不破内親王のセリフは、うぷ主の試験や創作も入っているので、その点、ご理解をお願いしますなんだぜ。それじゃ、皆さんもゆっくりしていってね。727年天平正宝9年、藤原中丸の義理の息子同然だった、大江王が皇太子に立てられたことにより、中丸の反対派は、危機を募らせた。反対派って？立花の奈良丸、藤原と与成などだな。立花の奈良丸は、聖武天皇の存命中に左大臣だった立花の諸江の息子だ。しかも、立花の諸江は光明皇后の父親違いの兄だから奈良丸は光明皇后の甥なんだな。私のいとこなのよ。それなのに、私を支持してくれるどころか私の即位にすごく不満を持っていたのよね。皇位はちゃんと、男の皇族が継ぐべきだってずっと主張していたのよ。そんなの私だってわかっていたのに。立花の奈良丸たちは、藤原氏の血を引く男性皇族たちの中から後見天皇の次の天皇を立てることを計画した。その中には、少し前に皇太子を廃された船戸もいた。しかし、この計画は実際に兵を挙げたりする前で未遂で終わったんだな。未遂だったものの、取り調べは藤原中丸が行ったため多くの者が処罰された。あの船戸も泣き者にされてしまった。藤原の中丸から見ると、亡き聖武上皇が跡継ぎと認めた船戸は、その存在が大江王の脅威となると考えたのだろう。一方、後見天皇も、船戸、あの人いつもうろたえていて頼りなかったから廃太子にしてよかったと思ったけど、あだ名つけちゃおう。まどい、がいいわね。こうして、廃太子船戸は罪人まどいとして杖で撃たれ続けて亡くなった。当然、首謀者の立花の奈良丸も同じような亡くなり方をしたと思われる。そして、藤原の中丸は兄の豊成を都から追放し、権力をさらに増大させた。そもそも私は、なりたくて天皇になったんではないのに。父上、母上がお望みになるから、天皇になったのよ。なのに、女の天皇は気に入らないだの言い出して謀反を企てるなんてひどい。もう、こんなのやってられないわよ。一方、今回の立花の奈良丸の変では、後見天皇の母親違いの妹の不破内親王の夫、塩焼王も天皇候補に上がっていたのだが、塩焼王本人は暴義に加わらず、
今回の計画に関わらないようにしていたので、お咎めなしとなった。ただ、塩焼王は皇族としての生き方に限界を感じていたのか。この頃、親戚降下して氷上塩焼と名乗るようになった。親戚降下って?皇族の身分を離れ貴族になることだな。逆に、朝廷での官位を得ることによって権力を持ったり財産を築きやすくなったりする。その代わり、皇位継承権はなくなるんだな。塩焼王の場合、弟の船戸王が皇位争いに巻き込まれて不慮の死を遂げたので、自分は今後は皇位争いに巻き込まれまいと思ったんだろうな。しかし、夫が親戚降下するなんて、これで夫は天皇になる見込みはなくなったわ。でも、私はまだ皇族だし、私たちの息子は、偉大なる父上の孫であることは変わらない事実。息子たちを天皇の位につけることは、諦めないわ。立花の奈良麻呂の乱の次の年の天平法治2年758年。女帝陛下、お顔の色が優れませんね。まあね。去年の立花の奈良麻呂の乱でのご心痛がまだ言えませんか?そういうことね。そういうことでしたら、大いおうに上位なさって重荷を下ろされたらいかがですか?そうねー。そうしようかな。こうして、後見天皇は位を降り、大いおうが天皇に即位した。後に、順仁天皇とも淡路廃帝とも呼ばれる天皇だ。廃帝?どういうこと?それについては、後で解説するよ。一方、藤原の仲間の方は今までの功績から恵美の推し活の名前を朝廷から賜った。恵美?現代の女の子の名前みたいね。仲間は藤原氏ではなくなってしまうの?そういうことではなく、こうやって朝廷から姓を賜ることによって、仲間の家は藤原一族の中でも特に格が高くなった、ということなんだな。それにしても、なぜ男なのに恵美ちゃんなんて名前をもらったのかしら?名前じゃなくて、姓だけどな。恵美は広く恵みを施す美徳から来ている。推し活の方は、立花の奈良麻呂の乱で勝利したことを指しているんだ。ふーん、そんなキラキラネームをもらうほど功績を評価されたのね。さて、天皇の位を退いた安倍内親王こと後見上皇だが、のんびりと余生を過ごしていたかというと、そうでもない。翌年の天平法治3年759年、順仁天皇から面倒くさい提案をされたんだ。それは、順仁天皇の父、舎人親王に死後を送る、というものだった。死後って何?死後は天皇が崩御した後に送られる尊号のことだ。後見上皇の父、聖武天皇の聖武が死後にあたるんだ。後見上皇自身は生前に、つまりまだ生きているうちに尊号をもらっている。その名も、法治聖徳後見皇帝だ。この死後から安倍内親王は今日、後見聖徳天皇と呼ばれているんだな。さて、話は戻るが、順仁天皇の父の舎人親王に死後を送るということは、舎人親王が天皇だった人物と同格、ということになるんだ。順仁天皇は親孝行のつもりだったんでしょうね。順仁天皇本人のアイデアなの?いや、これは光明皇太后が順仁天皇に勧めたことなんだ。この頃はもう、光明皇太后は藤原氏の血筋の天皇についてのこだわりはなくて。ただただ、天皇と上皇が仲良く政務を取り、世の中が落ち着くことを祈っていたんだろうな。後見上皇も、光明皇太后に説得されて舎人親王の死亡を認めてやった。順仁天皇は、後見上皇と光明皇太后に感謝したでしょう。だが、後見上皇の方は面白くなかったようだ。聖武天皇の血筋でも藤原氏の血筋でもない大いおうを天皇の位につけることを特別に認めてやったのに。順仁天皇はそれだけで満足せず、自分の父親の格上げまで画策するずうずうしい男だと思ったんだろう。この時の後見上皇のモヤモヤが後に、順仁天皇の命取りにつながっていく。さて、この頃光明皇太后は体調を崩していたようだ。後見天皇の退位の理由の一つは、母親の看病を自分の手で行いたい、というものもあったんだ。そう、私は母上に孝行したいと思っていたわ。母上は偉大なお方。
母上は仏を厚く信仰し、世薬院秘伝院で貧しい民も多く救った。でも、口を開けば元井が生きててくれればとばかりおっしゃった。元井というのは、光明皇太后の息子で光顕上皇の弟だった。赤子の身で一度は皇太子に立てられながら、一年も生きていられなかった王子だ。それに、父上には側室もいたけど、やはり母上との仲が一番よろしかった。母上は父上と仲良く寄り添いながら、娘の私には、結婚できない人生を強要した。心の中ではずっと、母上を恨みしていたのよ。翌年の天平法治4年760年、光明皇太后崩御。これで光顕上皇は家族をすべて失い、藤原仲麻呂は強力な後ろ盾を失ったんだな。光明皇太后が崩御した後の天平法治5年761年、光顕上皇や順仁天皇は洞宮に移った。洞宮って初めて聞く都ね。藤原の仲麻呂と順仁天皇が作った都で、今の滋賀県大津市の近くにあったんだな。この洞宮に移った後、光顕上皇は病に伏せってしまった。どんな病気だったのか、具体的な症状は記録に残っていないが、家族を失った喪失感だったのか、あるいは、光顕上皇はこの時43歳だったから、もしかして更年期障害だったのか、病気の光顕上皇のために、祈祷が行われたんだ。祈祷は、特に優れた法力を持つとされた僧侶が行った。エーカムドレトリーニーチャトバーリー、パンチャーシャットアシトウ。すると、光顕上皇の病状は少し良くなった。そこで、祈祷をしてくれた僧をねぎらいたいから、ここに呼んでほしい。失礼します。お初にお目にかかります。拙僧は道教と申します。ご気分はいかがですか？少しだけ、良くなった。それを聞いて安堵しました。まだまだ祈祷を続けますゆえ、お気を楽にしていてください。祈祷より先に、そなたに尋ねたいことがある。そなたは僧の身ゆえ妻も子もいないが、それを寂しいと思ったことはないか？拙僧は仏に仕えることを何よりの喜びとしております。ですので、妻がいないことを気にしたことはありません。それに、拙僧には俗世に弟がいます。弟の息子たちが、拙僧の息子同然だと思ってその成長を見守ってきました。上皇陛下、どうかしましたか？うわーん。私は一人ぼっちよ。成長が楽しみな子供たちもいない。おいおう弟同然とも思えない。ふわやいのえたちの息子を自分の息子同然とも思えないわ。しくしく。上皇陛下のお苦しみがわかりました。拙僧には、何でもお悩みをお話しください。このようにして、光顕上皇の苦しい胸の内をただ黙って聞いてくれる人物が登場した。その人物の名は、湯気の道教。河内の湯気氏の出身で、若くして出家して僧の勉強を積み宮中の道場の禅師になっていた。この度、光顕上皇が病に伏せったため、道教は看病禅師になっていたんだな。道教は懸命に光顕上皇を看病した。その献身ぶりに、光顕上皇も道教の中に本当の真心を感じたのかもしれない。そのおかげで、光顕上皇は回復して床から起き上がれるようになったが、それでも、光顕上皇は道教をそばに置いておいた。あら、これはもしかしてロマンスの予感？確かに、独身の女性についてはそういう噂が広まりやすい。だが、この時光顕上皇43歳、道教55歳だったよ。あらー、それだと男女の恋愛関係にはならないのかしら？ただ、この当時光顕上皇の周囲の者たちは下世話な勘ぐりをしたようだよ。そして、上皇たる高貴な者に注意を与えることができるのはただ一人、上皇とほぼ同格の天皇だ。じゃあ、順仁天皇が注意しちゃったのね。道教と仲良くしちゃダメよ、ダメよ。ダメダメとにかく、順仁天皇のたしなめ方は光顕上皇にとってはとっても失礼な態度のように思えたんだな。そこで大激怒した光顕上皇は、一人で洞宮を出て平城京に戻ってしまった。厳密には、
順仁天皇や藤原仲麻呂は置いて道教は連れて平城京に戻った、ということだ。順仁天皇も藤原仲麻呂も追いかけるように平城京に戻ったのだが、後見上皇はしばらくは、彼らに会わなかった。そして翌月、臣下たちの前に後見上皇が久しぶりに姿を現したが、その姿は尼姿だった。やっぱり愛する人と同じ世界に行きたいということなのかしら？それも少しはあるけど、後見上皇は俗世での役割を捨てるつもりはなかったんだ。天皇は我が偉大なる父、聖武上皇陛下の血筋ではないにもかかわらず、聖武上皇陛下の娘であるこの私に無礼な物言いをした。この、天皇からの諫言があまりにも情けないので失敬して心の救いを求めようと思ったのである。しかし、偉大なる聖武上皇陛下から位を譲り受けた私には、まだ俗世でもやるべきことが残っている。そこで、天皇は祭祀や行事などの些細な公務だけを行えばよい。国政についての重要な決断や人心の懲罰については、この私が取り行うことにする。こうして、後見上皇は順仁天皇から皇位継承や外交問題などの決定権を取り上げてしまった。つまり、順仁天皇は天皇としては半人前となってしまったんだな。でも、そんなにうまくいくものなの？だって、順仁天皇を天皇の位につけた藤原の仲麻呂が黙っていないでしょう？ところがそうでもない。この頃の藤原氏は、一族の始祖の藤原の鎌足りから数えて四代目五代目になっており、必ずしも藤原氏の一族で結束していたわけではない。だから、仲麻呂への反発から上皇側についた者もいるんだ。それになりよりも、後見上皇は女の身であっても聖武天皇の血筋の者であるということは、大いなる権威となることができた。そういうわけでこれより、後見上皇は藤原仲麻呂と順仁天皇の敵対勢力として成長していくことになるんだな。事実、順仁天皇から政治の実権を取り上げることを宣言してからの後見上皇は、精力的に政治に取り組み始めた。すごいキャラ変ね。やっぱりこれも、愛の力なのかしら？上皇陛下。高貴なお方があんなにも孤独にお苦しみだったとはあまりにもおいたわしい。仏の道には外れるかもしれないが、私はあの方をお守りしたい、お支えしたい。一方、藤原の仲麻呂は後見上皇の政治に対する情熱に危機感を覚え、自分の息子たちを朝廷の重要な職につけて上皇の勢力に対抗しようとした。この流れで久しぶりにあの人が登場する。不和内親王。後見上皇とあまり仲の良くない、母親違いの妹ね。の、夫の鹿見塩焼きだ。鹿見塩焼きは以前は塩焼き王といって、皇族だったのだが、何度も皇位争いに巻き込まれ、身を守るために親戚降下して、皇位継承権を放棄したんだ。そして彼は鹿見塩焼きという名前で貴族として人生を再出発したんだな。どうせ改名するなら、サンマの塩焼きとかすればよかったのに。美味しそう。今は食べ物の話をしているんじゃないよ。本題に戻るけど、鹿見塩焼きは藤原仲麻呂に抜擢してもらって参議の役職に就いた。親戚降下した鹿見塩焼きになぜ、仲麻呂が近づいたのか？それは、順仁天皇にはどうやら息子がいなかったらしいからだ。天皇の息子だから、後継ぎの王子ということ？そうなんだな。順仁天皇は藤原仲麻呂の義理の娘の粟田の諸根を正妻としているが、この粟田の諸根の子かどうかはっきりしないが皇女が一人いるだけだ。これだと、後見上皇と同じパターンになってしまって、仮に女帝にしても、その後の後継ぎができないことになる。だから仲麻呂は、順仁天皇の次を探さないといけなかったことから鹿見塩焼きに近づいたんだな。鹿見塩焼きは親戚降下していても、本人または息子たちを皇族に復権させて皇位を継がせることも考えたんだろう。スペアってことね。藤原の仲麻呂は安倍の側近だから気に食わなかったけど、安倍は病弱になってきているし、大井には息子がいないんだから、私たちの息子に皇位が回ってくるに決まっているわ。もう少しの辛抱よ。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。
奈良時代の女帝、後見聖徳天皇の解説最終回なのぜ。私が演じる、後見上皇が主人公です。その他の登場人物は、後見上皇が寵愛する僧、道教。安倍内親王の母親違いの妹、不破内親王。藤原氏で一番の権力を持つ、藤原仲麻呂。そして藤原仲麻呂が擁立した順仁天皇だ。なお、後見上皇や不破内親王のセリフは、うぷ主の試験や創作も入っているので、その点、ご理解をお願いしますなんだぜ。それじゃ、皆さんもゆっくりしていってね。後見上皇が順仁天皇の政治的権限を取り上げてから2年後の天平法治8年764年、後見上皇の死だった吉備の真備が都に戻ってきた。吉備の真備はそれまで、2度目の遣唐使の旅をさせられたり九州の太宰府での仕事をさせられたりしていたんだ。もう結構なおじいちゃんなのにこき使われていたのね。この頃はもう、真備は70歳だったからな。だが、都に戻ると吉備の真備は後見上皇に大いに頼られることになる。後見上皇は、藤原の仲間を追い落とす手段を吉備の真備と相談するようになった。そこで上皇側は、殿親衛隊受刀衛を味方につけることにした。一方仲間は、機内の軍事権を強化した。それだと仲間にやられちゃわない？確かに、仲間は強力な軍事力を握ってはいた。しかし、皇統の直系であり聖武天皇の娘である後見上皇はそれだけ権威があったので、仲間の不穏な動きを密告してくれる者がいたんだ。そこで、後見上皇は先制攻撃に出たんだ。順仁天皇のところにあった駅令を引き渡させるために、順仁天皇の身柄を押さえたんだ。駅令って何？天皇の命令を出すときに文書に押すハンコのことだな。ハンコのことなんだー、びっくりしちゃった。駅なんて言うから、奈良時代に鉄道があったのかと思ったわ。そんなわけないだろう。で、順仁天皇はどうなっちゃったの？順仁天皇は中宮院に軟禁された。これで仲間は順仁天皇を利用して、つまり天皇の御旗のもとに何かすることができなくなったんだな。そこで仲間は平城京を出て、機内周辺で国司をしている自分の息子たちと合流して、上皇に反撃しようと考えた。うわ、仲間の思い通りにさせたらまずいじゃない？そこは吉備の真備も呼んでいて、そこで上皇軍は大海に先回りして、仲間たちを大海の国府に入れさせないようにしたんだな。そこで、仲間は越前へ行ってそこで国司をしている自分の息子と合流しようとした。この都落ちに際して、仲間はある人物を連れていた。後見上皇の異母妹不破内親王の夫、氷上塩焼王だ。あの美味しそうな名前の人？どうしても焼き魚から頭が離れないようだが、順仁天皇を連れ出せなかった仲間は、代わりに氷上塩焼を新たな天皇として担ぎ出したんだな。もちろん、氷上塩焼は親戚降下して皇族ではなくなっていたのだが、何しろこれはクーデターだから。それまでの常識なんか知ったこっちゃない、という考えで氷上塩焼を利用しようとしたのだろう。ただし、氷上塩焼の妻の不破内親王と彼女たちの息子は平城京に残っていた。夫に関してはもう、天皇になることは諦めていたから。今回はまたとないチャンスなんだけど、戦で勝つことができるのかしら。あなた、無事でいてね。一方、越前についてはこちらも上皇軍が先回りして仲間の息子をすでに攻撃していた。仲間を越前にも入らせないようにした。後がなくなった仲間の軍と上皇軍は琵琶湖の北岸で決戦となった。ハラハラするわね。しかし、ここで藤原の仲間のいとこたちが上皇側につき、仲間軍は惨敗した。仲間や氷上塩焼は捕らえられ、斬首されたという。後見上皇は女の身で初めて戦を指揮しながら運よく勝利することができたんだな。仲間相手に勝てるかどうか、自信はなかったけど、勝ったわ。これも、愛の力よ。もう誰にも、私の邪魔はさせないわ。一方、順仁天皇については天皇の位から引きずり下ろして、
淡路に流罪となった。後見上皇はこう言った。我が父、聖武上皇陛下は私にこうおっしゃった。王を薬庫となすとも、薬庫王というとも、今しのせむまにまに。皇族を臣下にするのも、臣下を皇族にするのも、私の好きにしていいのだ、と、ね。だから王位の天皇の位を剥奪して、元の単なる皇族の身分に戻すわ。これが、王位王が淡路拝帝と言われている経緯だ。王位王の父親の舎人親王の死後を送る件でのごたごたや同郷とのことを非難されたことの恨みを、後見上皇は晴らしたというわけだ。そして、夫の氷上塩焼きの訃報を聞いたこの人は、あなた、どんなに悔しかったことでしょう。かくなる上は、必ずや私たちの息子を天皇の位につけ、この恨みを晴らしてみせるわ。安倍のやつ、見てなさいよ。藤原の仲間を撃った後、後見上皇はすぐに、仲間の兄の藤原豊成を都に呼び戻し、右大臣に任命した。そして、上皇は自ら再び天皇の位に就いた。ここから、安倍内親王は聖徳天皇と呼ばれるようになる。聖徳天皇は2年前に出家して尼になっていたから、僧のみで天皇になった唯一の人物なんだな。この場合、後継ぎの皇太子はどうするの？繰り返すが、独身の聖徳天皇に皇太子にできるような息子はいない。だから、皇族の男子の中から誰か選ばないといけないが、この当時の常識である藤原の血を引く皇族は、今までの政争でほとんど根絶やしにされてしまった。絶滅危惧種になっちゃったのね。次の手としては、聖武天皇の血筋であることを重視して、聖徳天皇の異母姉妹である。井上内親王と不破内親王の息子たちが有力だった。しかし、不破の息子たちについては、父親が親戚降下していたり、藤原の仲間に偽の天皇として担ぎ出されたりしているから、不適切だわ。井上の息子については、父親白壁王がある中の役立たずだと聞いているから、これも不適切だわ。とまあ、聖徳天皇は自分の老いたちにダメ出しを出したんだが、不破内親王はこの時点で未亡人にはなっているものの、不破内親王や井上内親王が子供たちに恵まれ自分にはなかった母親としての幸せを与えられていたことに、聖徳天皇はもやもやしたものを感じていたのかもしれない。ともあれ、皇太子を決めないまま聖徳天皇の治世は始まった。もちろん、聖徳天皇は吉備の真吉備や同郷を側近として重用した。信頼できる人たちがそばにいて、安心ね。いや、心配の種はまだあった。淡路へ流刑にした王位王かつての順任天皇だ。天平神武元年765年、淡路に流された翌年、王位王は逃亡を図ったらしい。もちろん、聖徳天皇が見張りを立てていたから、王位王はすぐに捕らえられ。その翌日、王位王は丸挙したとのことだ。逃亡の後だから怪しくない？そうなんだな。この時代、皇族の流刑は割とよくあったことだが、だからといって逃亡を企てるというのはほとんどなかった。拝帝順任天皇の場合は、曲がりなりにもかつて天皇だったことから、聖徳天皇の敵対勢力が拝帝を利用しようとしたのか、あるいは、聖徳天皇の方が逃亡を理由に拝帝を始末しようとしたのか、未だに謎なんだ。案外、拝帝も自分が乱を起こせば、味方になってくれる勢力が現れると思ったのかしら。その可能性もあるかもな。ともあれ、聖徳天皇はますます、自分のお気に入りへの肩入れを強めていく。聖徳天皇は同郷を太政大臣前陣に、彼の実家の弓削一族も取り立てた。太政大臣はただの貴族でも滅多になれない役職なのに、同郷は僧のみでやすやすと太政大臣になれたんだな。太政大臣って現代で言えば総理大臣でしょ？すごいと言えばすごいけど。それだけにとどまらず、天平神武2年766年、聖徳天皇は同郷を法王にした。法王。後白河法皇とかの法皇じゃないぞ。そもそも字が違うし。
東京の場合の法王は、天皇と同格であると聖徳天皇が定義づけた。聖徳天皇の狙いは、東京都議事配偶者になることだったんだろうな。もちろん東京だけでなく吉備の真吉備も出世し、右大臣に任命された。吉備の真吉備についても、藤原氏ではない氏族がここまでの出世をするのは異例だったんだな。このようにして聖徳天皇は仏教勢力と藤原氏による政治体制を作り上げていった。当然、こういう動きに藤原氏は反発しただろうし、あの人?神武慶雲3年769年、聖徳天皇の治世は5年目に入っていた。そして、肝心の皇太子の指名はまだなされていなかった。そんな中、発覚したのが不和内親王の呪詛事件だった。誰を呪詛したの？当然、聖徳天皇だな。この件で、不和内親王は母方の実家の阿賀田犬飼の女性と夫だった塩焼王の姉妹たちと共謀して、聖徳天皇の髪の毛を手に入れて、天皇を呪詛したとのことだ。我が夫、塩焼王の恨み思い知れ。我が弟、朝霞親王の恨み思い知れ。ついでに、王陽の恨み思い知れ。不和内親王は聖徳天皇の命を縮めて、自分の息子しけしまろの天皇への道を確実にしたかったんだろう。なんて反抗的な女なの。誰がお前の息子なんか天皇の位につけるか。不和は罰として、卑しい名前に改名させる。クリアの巻とクリアメ。クリアの巻とクリアメとは、台所の下女という意味なんだな。なんですって。よくも人をキッチンメイド呼ばわりしてくれたわね。坊主に入れ上げているあんたなんか、いずれ仏の罰が下るから。黙れ。クリアメから内親王の称号を剥奪し、都から追放する。こうして不和内親王は庶民に落とされ、息子のしけしまろは土佐る刑となった。呪いをかけられるのって気分のいいものじゃないわね。もっとも、この事件はでっち上げだったとされている。氷川しけしまろに皇位を継がせたくない誰かが、しけしまろとその母親の不和内親王を陥れようとした、と。そういえば、聖徳天皇安倍内親王や不和内親王が子供の頃、長屋王の変という。やはり呪詛事件をでっち上げて長屋王やその息子たちを泣き者にしようとした事件があったが、この件も真相はわからないが、とにかく聖徳天皇はさすがに誰が天皇の位を継ぐのか、はっきりさせないといけないと痛感しただろうな。そして、日本史上有名なあの事件が起こる。有名な事件？神武慶雲3年769年、太宰の措置であった同郷の弟の湯気の清人のところに驚くような報告があった。文豪大分県の宇佐八幡にて、同郷を天皇の位につければ、天下太平がなる。という信託があった、というものだ。え？基本的な質問だけど、皇族以外の人物が天皇になれたっけ？もちろん、なれない。皇族に生まれた人間しか、絶対に天皇になれない。じゃあ、皇族ではない同郷が天皇になるって、ありえないのでは？だが、聖徳天皇は自分の後継ぎとして同郷を天皇にしようと前向きに考えていたようだ。それまで同郷を、太政大臣前司や法王にしていたのは天皇にするための足固めだったのかもしれない。ともあれ、聖徳天皇は同郷を確実に天皇にするためにも、ある人物に信託を確かめさせることにした。ちなみに、この信託自体が正体不明の人物によるでっち上げだったようだが。女帝陛下、拙僧は天皇になろうなどと、そんな大それたことは望んでおりません。なぜ、このようなことをお考えになったのですか？天皇は、この世で最も高潔な人物がなるべきよ。神は、そなたの魂の清らかさをご存知だから、そのようにお告げを下してくださるはずよ。ありがたいお言葉ですが、ですが拙僧が皇族でないことで臣民皆が反対すると思うのですが。ふふ、父上はかつて、私にこうおっしゃった。王をやっことなすとも、やっこを追うというとも、今しのせむまにまに。
だから私は、そなたを皇族に加えることもできるし、そのまま天皇にすることもできるのよ。皇族ではないものを天皇にする、なぜ聖徳天皇はこんなことを考えついたのだろう？これは単に、東京を寵愛していたからという理由だけでは説明のつかないことだと思う。そこで説その1として、聖徳天皇は皇嗣については真剣に考えて、天皇は血筋ではなく人柄で選ぶべきだと結論付けたのかもしれない。単に皇族だからという理由でボンクラな男を天皇にすると、国が乱れるということなんだろう。今まで皇太子の候補に上がったり、実際に天皇の位についた船戸王、塩焼き王、大井王順任天皇、氷上四季島、そして井上内親王の息子、長部親王も聖徳天皇から見れば、徳の足りないボンクラに見えたんだろう。手厳しいわね。まあ、これを現代に置き換えてみれば、大きく会社を成長させたとある社長がいるとして、その社長には子供がいなくて、仕方なくそんなに親しくない遠縁の若者を会社の後継者にする、と。考えた場合、そういうのってあまり気が進まないものだろう。それよりも、自分のお気に入りの社員か仕事仲間で人柄や能力を熟知している人間に後を譲りたい、と。思うものなんじゃないか？なるほどね。そして、説その2としては、聖徳天皇は割と短絡的に神託をきっかけに道教を天皇に据えることを。思いついた、というもの。皇族でない道教を天皇にするのは多少、無理があるとわかっていても。聖武天皇の薬効王という友という言葉を利用して強引に道教を次期天皇と決めて、この皇嗣の問題を決着させたい、ということだな。だから、道教のさらに次の天皇がどうなるのか、という点については何も方針がないという、ほころびのある計画となっているのさ。さて、宇佐八幡に神託の内容を確認に行ったわけの清麻呂が都に戻ってきたが、清麻呂の報告は前回の神託とは違うものだった。我が国では古からずっと、臣民から天皇を選んだことがない。だから、天皇は必ず皇族から選ぶべし。妙な野心を持つ輩は追放せよ、とのことです。清麻呂め、誰にそそのかされたのか知れないけど、これで次期天皇選びが振り出しに戻ってしまう。清麻呂は北名麻呂に改名させて流罪にしてやるわ。私は決して、道教を天皇にすることを諦めない。古からの掟だろうとなんだろうと、最後まで戦ってやる。聞いたな、麻呂。小学生の口喧嘩みたいね。だな。宇佐八幡神託事件の頃、聖徳天皇は河内大阪府の湯気市の本拠地に、湯気の宮という宮殿を作り、何度か行幸したりしている。このように、道教の出身地を都にしようとしたことから言って聖徳天皇の道教に対する寵愛は薄れていなかったし、道教を天皇にするという計画も諦めていなかったと思われる。だが、神武慶運4年770年、聖徳天皇は病に倒れた。今回は、道教による祈祷はさせてもらえなかった。女帝陛下。看病して差し上げたいのだが、藤原氏の者たちが見張りを立てて、女帝陛下に会わせてもらえない。必ず回復なさってください。エーカムドウェトリーニー。道教はなぜ来ないの？会いたい。道教、私たち生まれ変わったら、目の戸になって、可愛い子供たちに囲まれて暮らしたいわね。聖徳天皇の最後の願いは、誰を天皇にするかということでなくて、こういうことだったかもしれない。こうして、聖徳天皇は崩御した。一人ぼっちであの世に旅立ったのね。次の天皇について急遽、吉備真備や藤原氏の者たちが話し合った。結局、藤原氏の強い後押しで井上内親王の夫、白壁王が皇太子に立てられた。一方、道教と湯気一族は失脚し、道教は下野栃木県の寺に左遷された。道教は聖徳天皇の意志を振りかざすことなく、おとなしく下野に出発したとのことだった。そして、聖徳天皇から遅れること2年後に、道教もあの世に旅立った。あともう一人、忘れてはならない人物がいたな。不和内親王ね。そう、
生涯にわたって女帝と皇位を争った女帝のイボマイだ。聖徳天皇崩御の2年後の崩御3年772年、呪詛事件はでっち上げだったとされ、不和内親王は皇族の身分に戻ることができた。キッチンメイドの名前も名乗らなくてよくなったのね。さらにその10年後の延暦元年782年、不和内親王のもう一人の息子が謀反を起こしたとして、母である不和内親王も淡路に流刑となったとされている。その後70歳過ぎまで不和内親王は生きていたらしいが、いつどこで没したのかとかは不明なんだな。実は不和内親王にはとある伝説がある。不和内親王が行ったことのないはずの下総千葉県の寺に、不和内親王が都からわざわざやってきて、自分の病気の解癒祈願をした、という言い伝えがあるんだな。その寺の名前は松虫寺。不和内親王の名前は松虫姫となっている。松虫姫とは可愛らしい名前だわ。身内が清掃に巻き込まれ非業の死を遂げたり、自身も庶民に落とされたり流刑になったりした不和内親王は、この時代のさすらえる悲劇のヒロインだったのかもしれないな。そろそろ後見聖徳天皇の解説を終わりにするぜ。霊夢はどう思ったかな？そうねえ。聖徳天皇は皇族の姫として生まれながらも、女性として当たり前の幸せには恵まれず、かわいそうだったかもしれないわね。だな。だからこそ女帝は自分の納得できない掟と戦っていこうとしたんじゃないかな。今回は、うつ主発の対策の動画となりました。ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。今後は、来年の大河ドラマ関連もやっていく予定です。また見に来てくださいね。チャンネル登録、高評価、コミュニティへのアクセス、感想コメントお待ちしております。